どんな人が教えてくれるんですか。一応インスタグラムの経験があるものとか。10万と55万の差は何なんですか。まあそうですね、料金テーブルみたいなのあったりするんですか。料金テーブル一応、はい、ありますかね、はい、お金はもう選択肢を広げる一つにしか過ぎないかなと思っていて、インスタグラムでこれだけ収益化ができるんだよ、稼げるんだよっていうことをもっとやっぱり知ってほしくて。何をやられてるんですか。はい、私たちはですね、バズカレッジという、インスタグラムを活用した個人で稼ぎたい方とか、あとビジネスを生かしたい方たちに向けてのコンサルティング事業をしております。はい。で、受講生としては6000名を突破していて、完全マンツーマンの指導で、個別コンサルでは多分生徒数ナンバーワンです。へえ。はい。どんな人が教えてくれるんですか。一応インスタグラムの経験があるものとか、実際に実績を上げたものとか、まあ、あとはずっとそう実績を上げてきたサポーターたちがコンサルティングをさせていただいております。具体的になんかどんなコンサルをしてくるんですか、なんかフォロワーさんが増えるとか、なんかそういうやつですか。あ、そうですね、教えてる内容としては、フォロワーを伸ばしたりとか、フォロワーを伸ばした後のマネタイズの仕方のサポートをしてます。お客さんはどんな人が多いんですか。生徒の、まあ、年齢で言うと、だいたい30代から40代が多いかなっていう印象ですけど、最近では20代の方がものすごく多くなっていて、最初は結構男性が多かったんですけど、けど最近は女性が結構多くなってきてるなっていう。どんな人がまずそんな、これまずどんな感じで応募っていうかするもんなんですか。応募は、まあそうですね、Google の広告だったりとか、まあ、Instagram の広告だったりとか、まあ、そういったところで、まあ、副業に興味がある方たちを結構メインに広告の方を出していて、そこから Instagram で稼ごうみたいな。あ、そうですね、おっしゃる通りです。Instagram で稼げるんですか。インスタグラムで、はい。今、私たちが教えてるものは、主にアフィリエイトと、あと、まあ、企業案件っていうところなんですけど、まあ、SNS の中でも、今一番多分インスタグラムが一番稼げるっていうふうに思っていて。そうなんですか。僕稼いだことない。ある企業さんの調査では、SNS で一番収入が作れる媒体でインスタグラムっていう風に言われてるんですけど、なんで私たちもインスタグラムでっていう風にしてるかというと、圧倒的にビジュアルで見せることができたりとか、あとはストーリーズなんかを使ってフォロワーさんと密に関わりが持てるんですよ。ストーリーズなんかにリンクを直接貼って商品を購入してもらったりとかっていう、購買の動線がすごく一番やりやすい媒体なんですよね、 SNS の中でも。で、まあ、インスタグラムっていうところがやっぱり一番収益化がしやすいので、まあ、そこに、着目して、インスタグラムを使って、まあ、フォロワーを伸ばして、その先に、まあ、マネタイズしていくっていう方法を教えてます。どんな商材をみんなこう貼るんですか？美容系の発信の方だと、例えば美容液とか、化粧品とか、あと健康系だと健康ドリンクとか、まあ、ジャンルによってとか、ターゲットによって、商材はすごく様々なんですけど、いろんな商材があります。で、アフィリエイトで稼いでるんだ。あ、そうです。アフィリエイトと、あとは伸ばした先に企業案件というのが、まあ、オファーとしてきたりとか、あとうちでも案件を持ってるので。じゃあうちにも案件回してください、17歳。ぜひぜひ回したいぐらいですね。いや、もうでも17万フォロワー以上にもう堀江さんっていう人がもうすでにブランディングされてるじゃないですか。だからもうフォロワーの数じゃないんですよね。うちのお仕事でも、フォロワーの数でっていうのはあんまり気にしてなくて、もちろんフォロワーが多い方が影響力が高いってみなされるので、フォロワーが多い方が、まあ、なんか収益化できるんじゃないかふうにって言われてるんですけど、うちでは1000人ぐらいのフォロワーでも5、60万とか稼いでる教え子も。何で稼ぐんですか、それ。インスタグラムって一番いいところって、フォロワーさんだけに届くんじゃなくて、外部リーチできるんですよ。で、それを、まあ、発信とともに、発見なんて言うんですけど、そういったところに露出することで、フォロワーさん以外から購入させるっていうことができたりとか、あとはハッシュタグとかを使って、外部から買わせるってことができるので、フォロワーが1000人ぐらいでも。頑張って収益化してる人がいるんですね。はい。こち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 やって。
そういうことをやる方を教えてると。入り口は副業で始めた方が多いです。あ、でも本業みたいになる人もいるんだ。あ、もちろんです。もう脱サラされて、まあ、生徒の中に沖縄移住したりしたりとか、海外移住したりとか、うん、まあ、収入が増えると選択肢が増えるので、そうやってやっぱり生活を変えてる人も中にいます。バズカレッジで、うん、じゃあお金はかかるんですか、まず。まあそうですね、一応教えていくっていうサポートがあるので、はい、はい、ちょっと料金もかかりますけど。料金はどんな感じの体系なんですか、はい、うん、一応、まあ、少ない金額だと10万ぐらいから、うん、まあでもさ、ベースラインは一応55万円ぐらい。10万と55万の差は何なんですか。まあそうですね、特にサポートの内容が変わるとかではないんですけれども、うん、やっぱりサポートの期間だったりとかそういったものでちょっと多少変わってくるかなっていう感じですね。その基本の55万はどんな感じの内容なんですか。一応無制限で、まあ、サポートの方はずっと受けられてて。無制限、はい、Zoom の打ち合わせを何回でもしていいっていう感じの無制限。その前はなんかどうやって教えてくれるんですか。55万払ったら何してくれる。あ、最初にまずやっぱジャンルを決めるんですよ、はい、どんな発信をするかっていうことを決めないとスタートができないので、はい、うん、そこをまあ一緒に考えてジャンルを選ん で、うん、でコンセプト立てて、うん、実際に投稿内容を考えて作成して発信していくっていう。どういうふうに、うん、選ぶ人が多いんですか。どんなことを。ジャンルですか、うん、まあ、自分のやりたいこととか、はい、そういうのがある人はいいんですけど、ほとんどの方がないんですよ。なので一応私たちは自己分析シートっていうのを書いてもらって。自己分析シートそんなね難しいものじゃないんですけど、はい、自分が過去に何してきたかとか、今実際に何してるかとか、はい、まあ、何に夢中になってるかとか、そういうのを教えてもらって、そこから私たちサポートがその方に合ったジャンルを選定して、こんなのどうですかとか、あとはジャンルによって今伸ばし方が全然違うので、はい、そこの部分でできそうですかっていう感じで決めていくパターンが多いです。料金テーブルみたいなのあったりするんですか。料金テーブル一応、はい、うん、ありますかね、うん、はい。あとこれを言っときたいみたいなこととかあります。うん、やっぱり堀江さんも、まあ、YouTube なんかでよく言われてるのが、お金っていうよりかはやっぱり生きがいっていうところを、まあ、作ってほしいって YouTube でなんかよく言われてると思うんですけど、はい、なんか私もお金はその稼ぐってことは大事だと思うんですけど、お金はもう選択肢を広げる一つにしか過ぎないかなと思っていて、うん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 、でやっぱりそこじゃなくて、その後の生き方だったり生きがいとかっていうのをどんどんやっぱりこうね、持ってってもらいたいなって思うので、まあ、何か今の現状を変えたい人とか、うん、やっぱりサラリーマンだと給料が上がらなくて生活が変わらないってことがあるので、うん、やっぱそういう人たちにインスタグラムでこれだけ収益化ができるんだよ、稼げるんだよっていうことをもっとやっぱり知ってほしくて、なんか最近だとチャット GPT とかを使って投稿を作ったりとか、うん、AI を活用してやったりとかっていうのも教えてるんですけど、うん、私の教え子の中だと投稿の作り方がわからないって人もチャット GPT を使って旅行系の発信を教えたんですよ、うん、そしたら結構すぐできるようになって、はい、うん、簡単に作れたんで、その方はね60近い方なんですけど。あ、そうなんですか、ね、はい、来た方たちの多くはやっぱり時代の流れについていきたいとか、うん、なんか別のことでチャレンジしてみたいとか、うん、なんかそういう方がやっぱり多いですね。サポートしてくれる先生方何ぐらいいらっしゃるんですか。全部ここの会社の全部のそういう携わってるものだと大体80名ぐらい。そんないんの。はいですね、教え子が6000人超えてるので。よくわかりました、はい、そんな業界があるんですね今ね、はい、バズカレッジ。バズカレッジです。